キュートイズワットウィエ w ムフォーとは2005年1月にアメリカ合衆国ニューヨーク州バッファローにいて結成されたパワーポップバンドである。フォールアウトボーイのピーとウエンツが主催するレーベルフュエルドバイラーメンにてレーベル史上最高の週間セールスを記録したバンドとして2006年当時話題になった。その後も2008年に発表したセカンドアルバム ローテーションが全米アルバムチャートにて初登場21位を記録するなど若い世代を中心に絶大的な支持を得るまでに成長した2005年1月にニューヨーク州バッファローにて結成その後実主制作でデモを制作しそのデモが大手インディーズレーベルのフュエルドバイラーメンの目に留まり契約を結ぶことになった 2006年6月27日に、ファーストアルバム、ザセイムオールドブラッドラッシュウィズエーニュータッチオリ u c ス同じレーベルに所属している、人気バンドパニックアットザディスコの、エーフィーバー o u キャントスウェットアウトの1万枚の記録を、上回る1万3000枚を売り上げ、ビルボードアルバムチャートにて初登場75位を記録。この時点での、 フュエルドバイラーメン史上最高の週刊セールスとなった。2007年、フレッドがヘロイン中毒のためバンドから脱退。その後、ジャック、マリーヌを迎え入れるもわずか2ヶ月で脱退してしまう。そのため、フレッドが一時的にバンドへ戻るが、フレッド自身も2008年3月に再びバンドを離れることになった。2008年6月24日、 プロデューサーにザイウースト等を手掛けてきたジョン・フェルドマンを迎えて制作させられたセカンドアルバムローテーションをリリースしビルボードアルバムチャートにて初登場21位を記録した2009年に入るとショーンとハシキャンがソロ活動を行うようになったそのためジェフとデーブはバンドを脱退し新バンドノクターナルメを結成しているしばらくの間は 小音と一人での活動となっていたが、その後、2009年に入り新たに4人のメンバーを迎え入れ、新生バンドとして活動することになったが、その後、2010年に全員が脱退している。2012年8月、ジェフ、フレッド、トムの3人がバンドへ正式に復帰した。ありがとうございます。